栗本常運栗本常運明治30年3月6日は幕末の幕臣、明治初期の思想家。名はコ署名は鉄像、後随味。通称はセベイといった。官位は十五位下、秋守る。幕末に外国奉行、環状奉行、函館奉行を歴任し、明治以後はジャーナリストとして活躍した。 幕府の手にを務めていた北村海園の三男として生まれる。母は三木正弘の娘で、長谷川信仁の名。長兄の北村直官は幕府医学官交渉派の重鎮として著名である。浅香盆斎の私塾宮間郎を経て、1843年、幕府の学問所である昌平坂学問所に入学仕込みにおいて優秀な成績を収め報奨を得ている。 1848年、奥医師の家系である栗本氏の家督を継ぎ、奥詰医師となった。安政年間には医学館で講書を務めており、各年末には褒美を与えられている。後医師に関する禁令に触れた過度で、一時謹慎となったの断言によるとされる。1858年2月24日、江戸地在住を命じられ、箱館に赴任した。 北村水美の名で、夜明け前に、常運を登場させた、島崎藤村によると、この車線は、常運が、観光丸の試乗車募集に応じようとしたことが、ご天位のおかくぬぎ船員に睨まれたためという。以後、常運は、箱館で、山の上町遊郭の倍読駆除のための箱館医学所建設、七0村役園経営、国別川をさらい箱館までの船運開通。 食用牛の飼育事業、八王子千人同心らを移住させて、養蚕をさせるなど、地域の発展に尽力した。その実力を認められて、1862年には遺跡から遺跡へ格上げされ、函館奉行組頭に任じられ、カラフトや南千島の探検を命じられた。1863年に探検から戻ると即座に、幕府より江戸に戻るように命令が出る。 幕府は、函館における、常雲の功績を評価していたため、常雲は、昌平座科学文書の頭取、さらに目付けに登用された。製鉄所御用係を経て、外国奉行に昇進し、環状奉行、函館奉行を兼任した。1866年正月14日には、十五位下、秋守に助任されて、初代部となり、環状奉行、小栗忠政らと信仰を結んだ。 ジョーンは、フランス中日公主ロッシュの通訳を務めるメルメカションと箱館時代に面識があったため、その経緯からロッシュとも仲が良くなっていた。そのため、幕府よりフランスとの橋渡し役として、外国奉行に任じられ、幕府による製鉄所建設や軍事顧問団商兵などに尽力した。 徳川秋田家の一行が1867年のパリ万国博覧会に訪問していた時にはその補佐を命じられ、常運もフランスに渡った。途仏中はフランスによる借款中止などにより悪化した日仏関係の修復やイギリスとの外交交渉に努めた。日本学者のレオンド・ロニーとも交流している。そしてそこで外国奉行、川勝博道から 日本の大政奉還と江戸幕府の滅亡の法を受けた。1868年6月24日にフランスより帰国した。上雲の才能は新政府からも評価されていたため、出資の誘いがあったが、幕臣として徴用された上雲は幕府に忠義を誓い、新政府に仕えることを潔しとせず、新政府登用を謝絶して隠遁した。 神奈川記録文の推薦で1872年に横浜毎日新聞に入り、以降はジャーナリストとして活躍した。翌年1873年に郵便放置新聞の主筆を務め、福沢諭吉を訪ねてその文化生を記者に加えるなど貢献した。1897年、機関支援のため76歳で死去。墓所は東京都文京区大塚の前進寺にある。 ありがとうございます。